と大丈夫ですか。ちょっとケイルさん送るのが多分こっから帰って10時半ぐらいに着くんじゃないかなと思うんですよね。やばいですよね。かなり目の前に来てるのは確かなんですけど、あ、通り過ぎました。でも大丈夫ですか、時間的に。ちょっと遅れますって言うのよ。この辺までバスとか出てないですよね。そうですね、時間的に。いや、大体そうですね、9時ぐらいで。リタイアみたいな。いいですか、大丈夫ですか。いいですけど家まで送れるって。家まで送る、それだけで40分かかりそうです。もう来たんで、もう行くんですけど。もう今グルメ精神みたいな。行ったりしないですか。全く行かないですよ。嫌いですか。苦手なんて苦手とは知らなかったです。沖ノ島でね、トンネル、真っ暗闇のトンネルぐいぐい行ってたんで、夜はまた別。甘いものは別物みたいな感じですね。夜は別物みたいな。え？あ、ありました。全然何回もありました。ええ。いや、まあ見学、観光っすね。観光スポットっすね。なんか手前の古民家になんか結構何人か人が住んでると思います。そうですね、なんか前人が出てきました。まあ、話はないですけど、結構距離っていうか、まあ50m ぐらいあったので、なんか川を挟んでみたいな感じだったんです。ちっちゃい川。八頭寺ですね。この辺道が結構綺麗になって、観光のあれで。結構近いんじゃないですかね。
お、ルサとか。鹿か食い荒らすんで、この辺ですかね。あ、ここっすね。お家があって、現在地が、そうですね、キャンプ場いうか、シャラさん、これでお前待っとくんですか、おですかちょっと奥行ってくれてあ、まあ、大丈夫です。お前大丈夫ですか、なんか一緒に行った方が楽しいっすよ。あ、もう10分ぐらいですちょっと10分ぐらいやったら喋りながら、こういうとこなんですよ。同時農兵制度。ちょっと行きましょうか。まあでもそう、もう目の見えるぐらいなんで、この大きな通りをちょっと寒いですけど、どうですか。怖いのが苦手と、ちょっと無理やり連れてきたような。そうなんですよ、寒いですよ。で、あそこ明かりついてるじゃないですか、あの外国の方が泊まったりするとこなんで。寒っ。寒いですね。ここも八つ墓村のロケ地というか、そんな感じはしないですけど。そうなんですよ。ちょっとこっち行ってみましょうか。ええ、順路っていうか、まあ寒いですね。もうここまで来たらっていう、いや住んでないですね。大丈夫ですか。多分これロケ地のあれじゃないですかね。どうですか。あ、まあ、怖いですか。これは大丈夫ですか。なんていうんですかね、あの上の屋根と下の屋根がリフォームで瓦で、そうですね、雨漏りがちゃんとしてるからなんか現実して最初めちゃめちゃ壊れてたじゃないですか。あそこ お寺で人がまだ、とにかく寒い寒さが語っていましたね。あなたここおってください。いや、こっちはお寺なんですよ。いや、ちょっとこっち行こうかなと。
あ、ここお寺です。お寺ですか。ええ灰寺です。あ、なるほど。そうですね、山登りされる方、ネットを開けて通ってくださいって。これあの鹿とかが来るから。なるほど。行かないですよ。これがなんか元々のなんか八頭寺っていう寺なんですよ。あ、山頂こっちなんですよ。原さん、待っとってください。ここで待たせた。あ、でもこれちょっとめんどくさいですね。だいぶしてますね、これ。あ、ですね。あ、わかりました。多分、ま、夜は入れないです、これ。あ、なるほど。昼間は多分。そうなんですよ。なんか6カ所ぐらい普通に止めてある。まあ行けたんですけどね、行きましょうか。行きましょうか、ね、いや、かかんぼ、すごい行く気だったんじゃないですか。行きましょうか。ありがとうございます。寒いですね。でもなんで八咲村が怖いんですか、ほんまに。なんで、いや、なんかさっきも話したんですけど、小学校の時に、ええ、あの大阪エキスポランドって今ないんかな、あったんですよ昔。なんか大阪エキスポとかね、そこで八咲村のお化け屋敷みたいなのがあって、ええ、それがなんかトラウマで怖すぎて。こっち。いや、多分あれです、あの温度が下がってるんで、あの温度が下がってて、多分風が、はい、星がめっちゃ近いですよね。星がすごい綺麗ですよ。こんな近くはなくて、八頭寺めちゃめちゃオリオン座がありますね。めちゃめちゃ綺麗ですね。オリオン座しか知らないんですけど、僕と一致してですよね、あれ、あれなんか、なんか気球かなんか、気球じゃないよ、なんかあの、はい、あれですかね、なんかそういう衛星みたいな、なんかそういうのって聞きました。目に見えるいうか、まあなんかそういう、あれかもしれないですね。ちょっとまっすぐ行きましょうか。あの車、家がね、あるじゃないですか。廃墟ですね。でも実際こうやって入ってね、覗けることができるっていうか。どうですか。ここまで戻ったら怖くないです。あ、本当ですか。あ、最初めちゃめちゃビビってた。あ、なるほど、なるほどみたいな。あ、でもこれが立ち位置禁止って感じ。顔むすなんか入っちゃダメなんですね、ここからは。多分観光はここまでいうこと。多分なんかそういう建物とかね。ですよね、めちゃめちゃ近いです。お、車が。車が通ってますね。さっきなんか。かもしれないです。今明かりついてるところが普通にあれ結構大きいじゃないですか。あれ民泊なんですよ。あ、民泊、外国の方が。あ、ええ、いやけどこんな家寒いでしょ。どこいこさんがね言ってたぐらい寒いんでうちはみたいな。
屋敷っすね。行きたくないでしょ。ちょっと前まで行きます。距離がありそうですね。そうです。いやでもすぐそこなんですよ。上なんですよ。これが日吉神社。またあの上、上に、あの、柵があるんですよ、また。入っちゃいけ、入っちゃいけ、入っちゃいけないが、動物のね。あ、これ新しくなってますよ、これ。行くんで、行くんですか？行き止まりまでが。行くんですか？行ですか？じゃあ、行きましょう。でも、もう終わりましたよ。ええ、そこも住んでますね、人が。オリオン座が助けてくれます。オリオン座しか分からないから。どうですか、なんか。寒いですね。寒いですね。星がこんな近くに見えるのはすごい。そうですよね。なかなかないですね。人がまだ住んでるんですね。みたいですね。今日はこんな感じです。あ、まあ、ぐるっとねちょっと回ったような感じです。いや、ダメです。いいです、帰りましょう。はい、寒いですね。寒いですね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。